相手の住所を割り出すために、当時は電話ボックスの下に電話帳ってあったんですよね。それを、その名字の部分だけ2枚ほど拝借して、これでうちで一個一個電話して、実は、彼女と、の携帯と、携帯電話しても電話出ないと。で、何かあったんじゃないかと。心配してるんですと。ご自宅の お電話番号、お別れだったら教えていただけませんかねって言って、何度か何度、何度も何度も電話したら、なんと、ああ、めいっ子のことかね、ちょっと待ってなって教えてくれたんですよ。自宅の電話番号。それで、それをすぐ、探偵に電話して、じゃあ2万円を振り込んでくれたら 2時間ぐらいですぐ住所割り出せますよって言われたから、すぐ2万円振り込んで、どこどこですよ言われて教えてもらったんで、今度は前輪ってあるんですよね、地図の。当時1万円近くしたら住宅地図をわざわざ買いに行って。そう、ネットのない時代ですもんね。そうです、そうです。それで地図を、その1枚の地図を買ってパッと見て、ここかいうことで、その日の夜電話して、そしたら、なんでこの電話番号知ってんのってビビるんですよ。もうね、うん、あれビビりますよね。もううちの近くにいるよ言って。いいよ。それで何をしたかというと、殺すってことは全く考えてなかったんですけど、僕はこの女性が好きだと、この女性を自分のものにしたいと、だったらこの女性の自宅をぐるぐる回って、どっかで拉致することできないかなっていうことで、